カルロス・エアスアヘは、ベネズエラのララ州、バルキシメト出身のプロ野球選手、右ト左ヒ MLB のロサンゼルス・ドジャース参加所属。メディアによっては、アサエ、アスアヘと表記されることもある。ベネズエラ生まれだが、2歳の時に、一家で、アメリカ合衆国へ移住している。2013年の MLB ドラフト11巡目で、ボストン・レッドソックスから指名され、 プロ入り。契約後、参加の A-9、ローウェル・スピナーズでプロデビュー。52試合に出場して打率。269、1本塁打、20打点、4盗塁を記録した。2014年は、A 級グリーンビルドライブと A 級セーラムレッドソックスでプレーし、2球団合計で129試合に出場して打率。310、15本塁打101打点。 8投塁を記録した。2015年は AQ ポートランドシードックスでプレーし、131試合に出場して打率。251、8本塁打、61打点、9投塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、スコッツデールスコーピオンズに所属した。2015年11月13日に、クレイグ・キンブレルとのトレードで、 マニュエル・マーゴット、ハビー・ゲーラ、ローガン・アレンと共にサンディエゴ・パドレスへ移籍した。2016年は開幕から参加のトリプル A 級エルパソ・チワワズでプレーし、134試合に出場して打率、319本塁打、69打点、10盗塁を記録した。また、7月にはオールスター・フューチャーズゲームに選出され、 パシフィックコーストリーグの新人賞にも輝いた。9月21日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、同日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャーリーグ初出場。この年メジャーリーグでは7試合に出場して打率20、208.2打点の成績を残した。2017年は開幕をトリプル A 級エルパソで迎えた。 シーズン二度目の昇格となった6月23日以降、二類種で先発出場する機会が増えた。2018年は打率196に終わり、シーズン終了後の11月9日に FA となった。パドレスから FA となった後に保有権はテキサスレンジャーズへ移ったが、直接契約することはなく、2018年12月20日、 韓国のロッテジャイアンツと契約した。2019年6月10日、ロッテからウェーバー工事された。2019年6月21日にダイヤモンドバックスとマイナー契約を結び、参加のトリプル a 級リの A シズへ配属された。オフの11月7日に FA となった。2020年1月6日にシカゴカブスとマイナー契約を結んだ。 5月28日に自由契約となった。2020年12月11日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだと報じられ、16日に正式公示された。ありがとうございます。